はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのデザートの新商品、グレープフルーツスコップケーキの紹介をしたいと思います。値段は2198円でした。これなんですけど、ちょっと前のメールマガジンでも、こんな感じで紹介してまして、新しいスコップケーキ出たんだと思って、グレープフルーツのスコップケーキなんてどんな味するんだろうと思って、 これは買わねばと思って買ってきました。それで皆さん、このようにグレープフルーツって何気なく書いてあるんですけど、皆さんグレープフルーツの名前の由来って知ってますちょっと面白い豆知識なんで紹介します。グレープってブドウのことですよね。ブドウのようなフルーツでグレープフルーツって言うんですね。なんでそういう名前がついたかっていうと、グレープフルーツが実って木になるときに、 こんな感じで草がこうやってドウみたいな感じでなるんでそれでこういう名前がついたらしいです。グレープフルーツってこんな感じになるんですね。ちょっとグレープフルーツの名前の由来の豆知識でした。じゃあ早速見ていきましょう。蓋を開けるとこんな感じでまず彩りが華やかなのとグレープフルーツがどっさり乗ってる感じですよね。 これぞコストコのケーキっていう感じがしますよね。横から見るとこんな感じで、いつものように巨大なタッパーにそのまんまケーキを作ってあるっていう感じでした。こんな感じでピンクグレープフルーツもどっさり入ってて、ナッパー味でテカテカしちゃって、普通のグレープフルーツももう本当に今回どっさり乗ってるなっていう感じがしました。 このシャンティホイップっていう生クリームもたっぷり入ってて、真ん中にはラズベリーのムースが挟まってるような感じですね。いやー美味しそうですよね。切ってお皿に盛り付けたのがこんな感じなんですけど、今回ちょっと切る前に冷凍庫に入れといて、ちょっと固くしてから切りました。そうしたらうまく切ることができました。 グレープフルーツだけのシンプルな具材なんですけど、彩り鮮やかな感じですよね。いやー、美味しそうですよね。このように層になってて、下からスポンジ、ラズベリームース、またそれでスポンジが来て、グレープフルーツとピンクグレープフルーツと生クリームが乗ってる感じになりますね。それで味の方なんですけど、またいつものように、それぞれの具材を別々に食べた味の感想から言います。 まず、このグレープフルーツとピンクグレープフルーツなんですけど、シロップ漬けのグレープフルーツで、さっぱり甘酸っぱい感じで、あんまり甘くない感じのグレープフルーツのシロップ漬けっていう感じの味でした。それで、黄色いこの普通のグレープフルーツの方が甘酸っぱい感じの他に、ほろ苦い感じがあって、ケーキの具材としては特徴があるなっていう感じがしました。次に、このシャンティホイップなんですけど、 甘めで、たっぷり今回乗ってて、グレープフルーツがさっぱりしてるんで、このシャンティーホイップで甘さを調節してる感じがしました。次に、スポンジの間に挟まっているラズベリーのムースなんですけど、まず食感はババロワのような食感で、ちょっと酸味があって、ほのかにクリームチーズが入ってるような、そういう味がしました。次に、スポンジなんですけど、 割としっかりしてる感じのスポンジで、ちょっと甘めな感じで、具材がグレープフルーツっていうジューシーな感じの具材だったんで、スポンジにも染みて割としっとりしてる感じでした。それで全体的な味の印象なんですけど、グレープフルーツが主役のさっぱり甘酸っぱい感じと、ちょっとほろ苦い感じもあって、それ以外の具材っていうのはいつものケーキに入ってるような生クリームとかスポンジとか、 ムースとかってそういう感じの普通の具材なんですけどそこにグレープフルーツが加わることによって食べたことないようなさっぱりしたケーキの味っていう感じでいつもケーキの紹介するときに甘いもの苦手な人でも食べれるっていうような言い方をよくするんですけど今回のこのケーキは甘いもの苦手な方専用っていうかいつもと逆で甘いものが好きな人はちょっと 甘みが物足りないんじゃないかなとか、そういう感じのすごいさっぱりしたケーキで、お子さんなんかだとちょっと甘みが足りないぐらいの感じの味に感じるかもしれないなと思いました。コーヒーとか紅茶なんかに合わせるよりも、シャンパンとかが合うなと思いました。シャンパンと食べたらすごい美味しい感じがすると思います。シャンパンじゃなくても、例えば、ハ杯とか炭酸の入ったカクテルなんかとは、 よく合う感じがしました。それでごちそうさまということですね。今日はコストコのデザートの新商品、グレープフルーツスコップケーキの紹介をしました。甘さ控えめで甘いもん苦手な方の方が美味しいっていうような、そういう感じの甘さ控えめのケーキでしたんで、シャンパンと合わせていただくとすごい美味しくいただけると思いますんで、皆さんもよかったら一度お試しください。 チャンネル登録、いいねとよろしくお願いします。今日はこれで失礼します。ありがとうございました。